父は日本の指揮者、ピアニスト。2007年1月から2018年3月までオーケストラ・アンサンブル、金沢音楽監督。2014年4月から2017年3月まで大阪フィルハーモニー交響楽団主席指揮者をそれぞれ務めた。東京を生まれ。父はアメリカ人であり、父が亡くなった数年後の45歳の時母に問うたところ、 アメリカ人であることを知った。父母ともに子供が外国人との間に生まれた子であったことを周囲に隠していたという。父はアメリカ合衆国生まれで、祖父は広島県からの移民。成城学園出身。ピアノを室井真也子、山岡優子に、バレエを増田隆服部千恵子、島田隆に学ぶ。東邦学園大学で指揮を斉藤秀夫に学ぶ。 レパートリーは幅広く、古典はもちろん、他の指揮者があまり取り上げない類の近現代の音楽も積極的に演奏会プログラムに入れている。コルンゴルトの歌劇、シノとコンサートオペラ形式で日本上演を行った。2007年1月より、オーケストラ・アンサンブル、金沢音楽監督、並びに、石川県立音楽堂アーティスティックアドバイザーに就任。 ラフォルジュルネ・カナザワを含む多くの実験的企画を観行した。北陸朝日放送で334週にわたり、音楽番組、アンディ・ムジークの監修を行って地方へのクラシック音楽の日常化に努めた。2014年より、大阪フィルハーモニー公共楽団主席指揮者を3年間、努めた。その間、バーンスタインのミサ、舞台再演等で、 数多くの受賞があった。マーラーやショスタコービチの公共曲の指揮者として評価を得ている。2007年11月から12月にかけて、日比谷公会堂にて、ショスタコービチ公共曲全曲演奏会を行った。新日本フィル時代から数多くのオペラの演出上演を行っているが、近年ではバルトークの青髭校の城の名演出が話題となり、マスカーニのオペラ、 イギリスで2009年三菱 UFJ 新宅銀行文化財願賞を受賞。近年ではオーケストラ作品の作曲活動も行っている。これまでにシカゴ協やミュンヘンフィル、フランス国立館など世界的オーケストラを指揮している。2014年4月から陰がん治療のため活動休止を告知したが10月に復帰会見をし、 現在多忙な演奏活動を行っている。妻は、ホールミュージカッサ主催の黒田珠よ。義父は、国予創業者一族で、同社常勤監査役を務めた、黒田敏之介で、同社創業者、黒田善太郎の次男。大上英二が2003年より、音楽監督、2012年からは、警官指揮者となった。ありがとうございます。